松井田町は群馬県の西部に存在した町。安中市と合併し、現在は同市の一部。住居表示では松井田の名称が残されている。松井田町松井田の砂子稲荷にかつて大きな松の木があり、その根元から水がコンコンと湧き出ていて流れ下った先には水田がいっぱいできたので、松、井、田の地名が発生したと伝えられている。 薄い峠があり、江戸時代には中仙道の松井田宿、坂本宿の二つの宿場があった。松井田八幡宮は源の頼朝が立ち寄った記録の残る由緒ある神社である。祭神は本田別名、沖永らし姫命、玉寄姫命。玉寄姫命は初代天皇となる神武天皇の母親となる神、うがや吹き合えずの命との愛の子が、 神武天皇。のパチ、僕において、佐野源左在門が、鎌倉幕府試験、北条時よより賜った領地として、松井田省の名前が挙がっている。松井田は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した、武将、大道寺正重と関係の深い町でもある。NHK 大河ドラマ、天地人の原作者、久坂正氏は、行政かけるにおいて、 松井田城とその城代であった大道寺正重の働きを描いている。2006年3月18日に安中市と対等合併し消滅した。祈願で知られる妙義山のふもとにある。国鉄時代の松井田駅は勾配のある場所にあったためスイッチバック式停車場だった。しかし停車に手間がかかるため同駅の安中寄りと横川寄りの平坦地に松井田駅。 西松井田駅が新たに整備され、スイッチバック式の松井田駅は廃止。急勾配の横川駅と軽井沢駅間には、アプト式線路が敷かれていたが、新幹線の登場とともに、横川、軽井沢間が廃線に。通称、メガネ橋がアプト式の記念碑として残っている。松井田中学校の商用化や同応演歌に歌われるように、清流水川側が、 町近くを流れ、春は桜、秋は紅葉に輝く妙義山に四季の移り変わりを感じることができる。町を東西に貫く旧中仙道に立ち、西に向かうと夏は青く、冬には純白に変わる、秀霊にして、荘厳な浅間山が望まれる。旧松井田町役場1956年完成。建築家、白井誠一による作品で、 畑の中のパルテノンと呼ばれた。安中市との合併について協議が重ねられ、2006年3月18日に対等合併することで決着した。しかし合併の官報告示がなされた後に行われた、町長選挙で合併に反対派の候補が当選し、さらにその後の住民アンケートで合併反対の意見が賛成意見を大きく上回った。これを受け松井田町側では、 群馬県及び総務省に合併処分の取り消しを要請したが取り消されることはなく合併撤回を断念せざるを得なかった。松井田町の公式ウェブページはしばらくの間旧松井田町のドメインで安中市松井田市諸ホームページとして存続していたが2006年12月22日より安中市のドメイン下となり旧 URL ではアクセス不能となった。 現在も安中市松井田町地区の情報を発信し続けている。現在も分立を目指す旧松井田町の住民運動は継続中である。安中市に合併する際、大技が町となり、安中市松井田町と安中市の後に町名の松井田町がつくようになった。ありがとうございます。